はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマサガ2、続きをやっていきます。まあ、一応ルールとしては各クラス1回ずつしか使えないというところにはなってるんですけど、まあ、ジェラール時代がね結構長いと思うんで、まあなんか余裕はありそうな気はします。ジェラール時代でどこまで進めるか、同じパーティーメンバーでっていうところですね。で今回は、ソーモン攻略戦からやっていきます。またパパパッとやっていきましょう。では宝箱も開けていきましょう。パカミミック倒せっかな。一応全力でいこう。巻き打ちでいいか。攻撃はミスるからね。143巻き打ちミスる。おお、マジでミスる。いや本当当たんねえな。ハットバイター79。混乱か。まあまあまあ、混乱は段階があるんで普通に攻撃でいくか。じゃあか、当たらなければ意味がないかな。攻撃も当たんねえし、どうなっとんだ。体力吸収174、まずい。180取り戻した。減った分は取り戻した。まあ、長剣は当たりやすいよね。攻撃でいこう。攻撃の手を緩めない。ぐわー、ジェラルがやられた。やばい、これ皇帝やられると退却できないかな。いやマジで当たんねえわ。うわ全員ミスった。そんなんある？ってことはやっぱ攻撃を与えるということに集中するのであれば普通の攻撃がいい。いや強い強い強い。ミミック69か。どんだけ強いんだこいつ。よし倒した。88。なんか割に合わねえ気がすんな。なんか割に合わん気がするけど、あれここ金だった。こっちか。ソーモンを完全に攻略することで先手レオンの胸を晴らす。これパリ使おうかな。で強撃強撃。マットバイターとかでも防げないよね。テラーボイスも防げない。当たれ。よし当たった。これでかい。スカッ、しょうがない。ファイアボールでいこう。ターリットないでいこう。であとは一発当たったからこまめにダメージを当てていく。これも無理。163はファイアボール一発で。って攻撃しなかった。これは何気に鬱陶しいな。よし当たった当たった。日本人。オッケーオッケーオッケー。いいね。パーリー。上のジェームズが攻撃しない。パーリーいけるか。いやっていうかそもそもジェームズ。っていうかまとめて弱えな。なんでだ。じゃあこの宝箱。ミミック。影に行くかちょっと試してみよう。聞けばかなりでかいからな。強撃は一回入れておきたい。1回入るだけでもかなりでかいからな。かけない。来て。じゃあそもそも、あ、いやこれは当たったけど何にもなってないっていうパターンかな。テラーボイスこれ結構うざいんだよな。意外にうざいことが分かった。ほらちょもう一回やろう。おいやばい、これ2段階目の混乱はまずい。おお誰誰誰。あ、パリーか。かけてもやべえ。で退却しよう。これ2段階混乱はちょっとまずいよね。くそー強えな。あれ退却したらもう倒せないの。別にいいんだけどさ。宝箱開けてあいつはどこ行ったんだ。あれ今ちょっと待って、あ攻撃したよね。いやミミク強えわ。あんな強えのに対してうまみがないからね。まずみしかない。まずミミックだよ。だってこいつら普通に倒してさ、ちょっとファイアボール、いやライトボールにしよう。魔法は2つ平均して上げていきたいから。こっち41入るからね普通に。ライオンヘッド。ライオンヘッドって何。
頭なんだろうけど、タブレット側にライオンヘッドの方がまあ強いは強いか。服を開発していくのもね結構重要なんだよね。コスパがいいから服は。まあ、武器はどうしようかな。長剣体験は鍛えるとして、あと槍あたりかな。ここは金、こいつぶっ倒してる、寝てるんじゃない。で右の宝箱開けて、あれミミックっぽいよね。意外に金があったな。それでコッコがだいぶ潤ってるんで、婦人士倒したら魔法研究所作って、あとアバロンの木だっけ、あれも作っておきたいんだよね。これ開けよう。でミミックライトボールでさ、暗闇にしよう。ちょっと状態異常駆使していく。ハリで強撃は入れておく。隠すか。ライトボール暗闇になれ。ならない。状態異常にはなんないか。いや無理だな。165、ちょっと回復しよう。前衛は結構狙われるからね。日本一の攻撃しとくか。なんかあんま意味なさそうだな。で強撃で一発狙い行こう。ダメだ。うわ94、混乱ゲッ、悪混乱しやがった。めちゃくちゃ混乱してる。危ねえ。ちょっともう一発、もう一発欲しい。強撃がジェイムズ頼むぞ。あれ動かせる。あやべ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 。178、これ当たれ。当たんねえ。いや本当に当たんない。攻撃がマジで当たんない。魔法本当に役立つわ、こうなった時に。あれ、あーなんだ、混乱してるから技が使えないのか。ダメだ、強撃とか本当に当たんねえわ。マントマイター、お前は死んでいい。むしろ危険だからな。危険因子を排除してくれた。いや本当にこれさ、強撃するより攻撃でコツコツ当てた方がダメージは稼げそうだな。強いミミック、ミミック界になってんな今回。ここ宝箱なかったよね。上から行こう。さっきジェラール傷薬使っちゃったから装備させて、まあ1個ずつ持たせておけばいいでしょう。また来たのか。私の技は見切ることは不可能。なぜなら受けた者は必ず死ぬ。死ぬのはお前だ。とりあえずライトボール使っとこう。技術点のために両方使う。で、強撃、こいつなら当たるはずだ。苦人士。よし当たる。お前はミミックより雑魚だ。いいねいいね。当たればやっぱり強い。二段切り。無駄無駄無駄。腕を上げたものだ。130、攻撃の要は強撃。ファイアボールもねまあまあ強い。だがこの技は壊せない。早いな。ソウルスティール、スカいいね。よしよしよし。てか日本打ち強えな。ファイアボールより強くねえか今思ったけど。前衛のベアがマジで弱い。まあ、あいつは盾役だからねしょうがない。当たらん。もう次のターンくらいで終わりにしたい。なぎ払いも見切っているんだよ。お前の技は全て見切っている。雑魚が、あ普通の攻撃、こんなはずでは。500、いいね。上がんね、全然上がんね。クソ、この俺が得られるとは。魂を食らうもの、かっこいい。パワーを蓄えるためにまた長い間眠らなければいけない。敵は取った。
で、ソーモンダッシュにより北バレンヌ制圧はなり、南バレンヌへの進出が可能になった。1年後だから、ここはパーティー編成が変わるわけじゃないんで、このままいきます。南バレンヌ、ビクトール運河があります。要塞を築き、運河の通行権を支配している。ルドン地方、宝石の鉱山があります。ビクトール運河、よし、まずは行こう。で、その前に誰か術研究所、100万。おお、130万、ギリギリだな。削る。もう一個アバロンの来て30万くらいでいけた気がするんだよな。アバロンの木を植えたいと思う。30万、もう金がなくなる。9000クラブの金遣い荒いけど建設しよう。だ、もうやることはやった。だ、もう一個開発してたらできなかったね。実研究所100万かかったのはちょっと誤算だったな。5、60万くらいでいけるかと思ったけど、6000クラブ、9200円。俺の手持ちより少ねえじゃねえか。俺1万円持ってるからね。コッコが手持ちより少なくなってしまった。しょうがない、将来の投資だから。これは絶対プラスになる。で、メンバー的にはだからこのままいきます。そうか、泥棒の話もやっておきますか。どうするんだっけ。こちら何の情報もくれないか。キャーキャー、ジェラール様、待って、そんなことで情報くれ。最近泥棒が増えたい。アバロンの人もお金持ちになったから。なるほど、そういうことか。これ聞けば大丈夫かね。こいつにも一応話聞いとこう。なんか歌歌ってるだけだ。パグ行ってみるか。ちょっと待って、その前にこいつら、普通。最近泥棒が増えた。バブ、バブじゃねえや、バーとパブがごっちゃになっちゃった。オライオン、お前を使うことはもうない。月の名所、盗み、泥棒が増えた、怒られた、何か飲み物、ふう、終わり。じゃあいっか、ちょっとこれでいいかな。寝てみましょう。で、寝て、お、いけるね、夜になった。じゃあこれはこのまま町へ繰り出して、武器屋に行って、煙突から上に登って、あれ、こんな広かったっけ？ダッシュ禁止、父ちゃん。ん、あれ、待って。屋根伝いに行けるはずなんだけど、こう、こう。で、こう、ガチャ。お前だな、アバロンの町で盗みを働いているのは。どうしてここがバレたの？俺は全てを知っている。あれ、これ取っていいんだっけ。え、ちょっと待って。うちの金じゃないの、あれ。当時のシーフだ。なんでモンスターがいるんだよ。街中にモンスターがいること自体不審に思えよ。助けよう。大丈夫か。酒場の親父に子猫のことを聞いてみるといい。じゃあね、ちょっと仲間がね、多い方がいいから。じゃあ帰ろう。ここじゃねえし。ちょっとなかなかタイミングが難しい。あ、ここまで戻ってきた。寝ましょう。じゃあ親父に子猫は元気、墓守りに聞いてください。で、墓守り、墓へ。で、こいつ運河要塞に潜入して内情を調べてほしい。礼金を弾め。いや、金ねえだろ。全く金ねえよ。ただし、なんだ、タコみたいなモンスターが住み着いている。お安い御用だよ。知らん顔してんな。シーフギルド、
さよなら。お前もどっか行け。ほら消えな、この館からいなくなれ。あいつを見て何とも思わないのかな、みんな。で、あのタコディープワンだよね。ディープワン道場があったと思うけど、どうなんだろう。あれ、これどこに出る。ちょっとこれなんか出ちゃったらさ、まためんどくさいことになりそうだから行かない。宝箱あんだっけ。もうそういうの全然覚えてないからね。ゲーム出された。しかもさ、強そうなんだけど、金魚みたいなやつがいた。クレイモはまだね、1年しか経ってないから量産できてないんで。超強い。なんだこいつ。ディープワン道場どころじゃねえ。え、ちょっと待って、本当に強いんだけど。倒した。やべえな。テレザと LP5 とかしかなかった気がする。なるべく戦死者は出したくないんだよな。 LP5、 まあ大丈夫っしょ。それじゃあディープワン道場を少しやりますか。どんだけ覚えられる。ジェラールとかちょっと剣レベルが絶望的だから、なんかいいの覚えたら撤退するか。撤退っていうか道場は終わりにしよう。どこのレベルまで覚えられるんだ。痛い、強い。あ、覚えた。なんか切り落としか。切り落としはいいね。いいね、なんか覚えた。クワッツァか。これね、固定ダメージだからな。てかさ、ジラール死んでるからさ、撤退できねえじゃん。悲しい。多分これで終わるな。切り落とし5でしょ、まあ、結構なダメージを与えたから。痛い。何の恨みがあるんだ俺に。死んだ。まあいいや。これそのまま上行けばいいんだっけ。どこに出んだ。骨があるけど、なんもない。ただの墓場か。帰ろう。よし、倒したぞ。厄介者は始末した。約束通り協力したい。そんな危険な仕事を受けるやつがいない。頼むぞキャット。運が良さで待ってる。あいつよくやったよな。じゃあ南バレンヌへ進出して、運河要塞に行く前にニーベルへ行く。こっちを片付けておきましょう。竜の穴バーでいいんだっけ。なんか情報くれる人がいるんで、格闘家、格闘家がどこにいるか。俺も竜の穴に修行に行こうかな。あれ、親父に話すんだっけ。大丈夫かな。格闘家も苦戦してるしな。帝国の方が頼りになんじゃねえみたいな、そんな話で。俺は竜の穴に行きたいんだけど。あ、ある、もうあるわ。頼もう。これさ、武器じゃね。今思ったけど槍装備してんじゃん。モンスターの巣は必ず我々が叩きつぶす。協力しよう。そうか、モンスターの巣の2階にいるブヨブヨしたやつを倒してくれ。術が使えればいいんだが、我々は格闘家そうもいかん。ボスは我々が倒す。頼む。電撃を放ってくる。固まって戦えば帰ってけん。気をつけろよ。あ、そんなこと言ってくれたっけ。てか邪魔だこいつ。じゃあこのまんまモンスターのせい行こう。じゃあここのスライム部隊を制圧していきます。まあ、別に全員制圧する必要はないんだけど、奥のやつだけ倒せば。あ、こいつらには攻撃通るか。じゃあスライム制圧したんで、ちょっと待って、その前に陣形だ。忘れていた。フリーファイトに戻そう。いざ勝負。ゼラチナスマター、ゼラチンスマターじゃなくてゼラチナスマターみたいな、そんな感じだっただと思ってた。空圧は効く。ちょっとやってみよう一回だけ。で、強撃のこいつは切り落とし114。言うやね、通らないと思うんだよねさすがに。
つもの2日、切り落としで114か。9月はね、固定ダメージ204、88、あれなんだ、防御してたのか。移動ブレイクとかやってみよう。9月はもう1回入ることが分かったから、これでダメージを与えていく。91、強いじゃん。強撃ほんと当たんねえな。88、電撃、痛い、やばい。こいつが攻撃の要なのに。9月あって今のヒットポイントの何分の何とかだからね、もう大して当たらないっしょ。よし、当たった、109か。それでも切り落とし、そう考えると強えな。118、微妙で、奥にいるボスを倒しちゃうとあれなんで、帰ろう。こいつらを倒したら帰ろう。宝箱は奴らが制圧してくれた時にゆっくり取りましょう。おお、はい、やるな。盾持ってんのこいつ。あと陣形も落としておくか。混合力、これ腕力アップだよね。ここら辺のさ、術の効果が前はいまいち分かんなかったかんね。何のためにあるんだっていう。じゃあまた竜の巣に行って、竜の巣じゃねえ、竜の穴、行け。よくやってくれた、出撃だ。あとモンスターの巣で、敵はいなくなってるはずなんで、アイテムはゆっくり回収しましょう。ニーベルの指輪、この辺も追加効果が分かんないな。三河はない、左に宝箱、9万か。まあまあまあ、なんかこれだけ見るとさ、寄ってたかってひどいよね。これでメンツが保てた。これから帝国に協力しましょう。体術のエキスパート、あ、これ多分仲間になるごとにもらえるのかな。やったぞ、さよなら。じゃあ運河要塞、ここは虚構突破しないで普通に行きましょう。せっかくねキャットも助けたんで、さらっと話だけ聞いていく。要塞さえなければこの辺りも栄える。運河要塞の連中を当て込んで酒場を始めた。さっぱりです、奴らが金払うとは思えないかった。秘密の通路がある、アバロンにあるというシーフギルドなら何か情報を持ってるかもしれない。難攻不落。ちょっと要塞の方も見るだけ見ますか。どういう感じだったっけ。普通にモンスターいんな。なるほどね、近寄らないでおこう。じゃあちょっとキャットちゃんに話しかけて、皇帝さ、陛下、見つけました、隣の小屋へ来てください。苦戦したのかな、なんか結構ボロボロな感じで喋ってるけど、ここです、ボスの部屋は3階です。目印を置いてきました、ご無事で行ってこよう。宝箱とかもね、目印してくれてるんで、いやこれすごいよね、どうやってここまでやったんだろう。18万円、よしよしよし、金はマジで欲しい。妖刀流行って強くはないんだけど、なんかタイマ神剣とか特殊な技を覚えた気がする。で宝箱、スターストーン20万、よし。ここがボスの部屋ですね。結構強いんだよね。っていうかさ、今思ったらこれさ、全滅したらまずくね、一気に5クラス使えなくなるからね。え、これでいけっかな、すげえ自信はない。ソーモの苦人衆を倒し、日の出の勢いだそうだが、それもここまでだな、やつは雑魚だみたいな感じを言っています。で下のパイロレックスとかもみんな強いからね。パイロレックスどう考えても効かないっしょ。パーリーやっとくか、なんとなく。切り落とし覚えたのはかなりでかいよな。まず当たってくれ。オッケーオッケーオッケー。熾烈撃。危ね、これ真ん中に来たらスターしてるし死ぬ。
ゼロ。暗闇にはなった。スタン。オッケーね。182スタン。なんか俺もファイナルストライク使いてんだけど。で、ファイアボールは効くけどどうしよう。回復しよう、傷薬。切り落とし要因のヘクターだな。まだデタラメ屋でいいか。パリーいらねえかな。でもなんとなく、いざとなった時のパリーで役立つかもしれない。まず回復100だけどね。いや、助かった。で、切り。落とせ、落とせない。ダークスピア、これ無理だな。パリーできないけど。200。パリーしろ。よし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 。とりあえず生きてる。2つくらい持たせておくべきだったな。で、まだデタラメでいいか。で、パリーでしょ。いや、攻撃あるのみだな。ヘクターさえ生きてればなんとかなる。よし、倒した。あとは真ん中、貴様だけだ。切り落とせ。オッケー。危ね危ね。全員残った。ヒットポイント体験で、これで年代ジャンプするはずなんで、こっからが勝負だよね。褒美を取らせよう。宝箱から十分いただいた。俺の分も残しておいてくれたかんね。ありがたいやつだ。はっはっは。町の盗賊ビクトルーンガを取り戻し、帝国は全盛期の。てかさ、これトロフィーで見えねえし。154年後、結構経ったな。いやー、誰にする。だってこいつは使えない。で、ジェイソンも使えない。帝国軽装歩兵の女か。今のところあれだよね、結構魔法使ってるんで、サジタリウスにする。いや、でもちょっと証券も鍛えておきたいっていうのもあるけどな。これ見えるんだっけ。あ、見えるな。魔力は17あるのか。魔法も使っていきたいからね。魔力は19、やっぱり高いな。器用さでもこいつ19あるな。帝国系総歩兵女、宮廷魔術師の男。これちゃんと誰使ったかメモっとかないとね。これはなんだ。下のやつは炎、水、天。一番右のやつ何。闇、闇術とか使えなくない。だってちょっともう一回これでいくか。宮廷魔術師、魔法系でもう一回いこう。なんで苦しんでんだこいつ。皇帝を継ぐのは嫌だからのやるぞというわけで、じゃあ今回はこれで終了する。ちょっと待って、仲間集めだけする。仲間集めだけしよう。誰で行くか。キャットちゃんとかもね、一応できるからね。でこいつは使えないで、女はいないから、もうあのシリーズはいけません。で、帝国軽装歩兵でしょ。体験に1人入れたいよね。で、弓は男が使える。格闘家も入れなきゃ。フリーファイターちょっと残しておくか。体験使い、いざとなった時のために。で、宮廷魔術師も1人でしょ。意外になんかここ厳しいな。ここの台仲間増やしていかないとね。宮廷魔術師は2人いらないな。残しとこう。だからちょっとシティシーフ入れて、格闘家ももう入れちゃうか。まずはだから、ここで今ちょっと考えると、シティシーフと格闘家で3人でしょ。で、こっちの女を入れて、弓の男を入れよう。よし、これで5人だな。今回このメンバーでいこう。じゃあちょっと仲間を集めていきます。で、女性か男性かって言ったら、なんとなく先に男性入れとこう。クロウっていうケチな泥棒です。パーティーに入れよう。で、格闘家フリッツ、体術で、帝国系総合兵の女入れて、証券か。あれ、ちょっと待って、証券かぶんない。クロウと、あれなんだ、剣体験、槍証券だよね。で、弓、あれ、なんかどのあれだかわかんない。斧とハンマーだよね。その
レベル的にいくと。こいつは確実に体術でしょ。でもさ、体験使いないの厳しいな。ちょ、能力値もう一回見よう。黒、なんか剣があれになってるけど、何装備してんだこいつ。鋼鉄の普通に剣装備してんな。こいつ剣使わせるか。じゃあ剣使わせて証券入れて弓入れて、体験使いは1人残しとこう。次のために最悪5人パーティーできない可能性があるからね。なんか仲間集めるの優先しないとちょっとパーティー的に厳しいな。でルイ頼む。だってもう余りがいないもん。でどうせ次カンバーランド行かなきゃいけないから、カンバーランド行けばホーリーオーダーが2人使えるっていうかさ、思ったんだけど陣形も気にしなきゃいけなかったね。これだって竜神覚えらんなくね。もうあの入れちゃったから、だってここでプリッツをこれ皇帝にしないと陣形覚えらんないよね。じゃあ絶対欲しいのが虎穴陣。虎穴陣あったよね、ロマサガ2。あとアマゾンストライク、ラピストはちょっと捨てるか。アマゾンストライクは絶対覚えたいんで、アマゾネスは1回皇帝にしよう。でそのためには女性を皇帝にしなきゃいけないから、次の代でこいつ皇帝にしよう。こいつを皇帝にしてアマゾネス仲間にして、その次またアマゾンストライク覚えてやっていく方針でいいかな。という感じで、このメンバーで進んでいきます。ちょっと武器とかの装備は整えてから次回やっていこうと思います。そんなわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。